シエスタ TV YouTube へようこそ。今日はぼっち男が沖縄まで0泊弾丸日帰り旅行をしたブログを公開したいと思います。時系列を追って画像にいろんな風景を収めておりますので、見にくいでしょうが少しお付き合いください。とても面白いですよ。日帰りで沖縄なんかに行けるんかいなっていうような状況でしょうけども、では早速その動画を見ていきましょう。まず最初のこのシーンですが、奈良駅ですね。朝の4時50分の電車に乗って神戸空港まで乗り継ぎで来ました。神戸空港まで来るとようやく空港まで来たというような感じでしたね。飛行機も飛び立つ時のこの飛行機のぐーっと上がっていく感触がいいですね。今から沖縄行くんだというような素敵な気分になります。中で本を読もうと思ったんですけども、睡魔が襲ってきてつい寝てしまいました。気づけば高度を飛行機が下げてるじゃありませんか。窓から見ると沖縄の景色が見えてきました。心ワクワクですね。そして到着しましたら、私が憧れているこの沖縄の那覇空港、この到着ロビーですね。ここは出発もあるんですかね。ここへ来ると、あ、沖縄来たんだっていう気になるんです。コロナで3年間以上沖縄に来てませんでしたので、一回ダンスの競技会の審判員ではこうさせてもらったんですけど、遊びでは久しぶりですのでワクワクウキウキですね。そしてここの胡蝶蘭さんが私たちを出迎えてくれる、これが那覇空港なんですね。チェックアウトすると熱帯魚がお出迎えです。ここも行きですよね。ポータマエッグですか。とても並んでおられました。でも今回はここはパスです。お土産もたくさん空港に売ってます。そしてお弁当も売ってますね。このお弁当誰が買うんでしょうか。たくさんたくさん並んでるということは誰が買うんでしょうね。先ほどの人だまりは A&W という沖縄のハンバーガーショップですね。私はこのルートビアが好きなので、また後々行かせていただこうと思います。人がいっぱい並んでたので諦めまして、沖縄そばです。いきなり沖縄そばです。昼に食べようと思ってたんですけども、もうこの食べたい食べたいという衝動に負けてしまいました。さあ、滞在時間は日帰りですので約8時間から9時間ということですので、急いで、バスに乗って目的地に向かいます。海かじライナーというバスが一番乗り場から出ておりまして、それに乗っていきますと海が見えてくるんですね。海が見えてくると沖縄に来たっていう気になります。空港から少し、行ったところに、あります長瀬島ですね、海かじテラスというところに向かっているわけなんです。私の目的地は海かじテラスではなく、これは経由地となります。ただこの海かじテラスとても人気がありますので、後々行かせていただこうと思っております。さて最初の目的地はここです。豊崎ビーチですね、オリオンビールが経営してるんですかね、オリオンどうのこうのって書いてるね、エコーって書いてますね。うん、だからこうチュラサンビーチという名前がついてるそうですね。本当はですね、海水浴をして2時間ほどここで滞在しようと思ってたんですけども、台風11号が接近しているということで遊泳禁止になっておりました。ですので遊泳禁止のビーチって本当に人いませんね。けれども天気は快晴、
とても暑かったです。そこでこの素晴らしい景色をビデオに収めさせていただこうと思いました。私は実を言うと奈良県民なので、海を見るだけで海や海や海やと叫んでしまうんですけども、この沖縄の海はこの美しさは特別ですよね。特にこの那覇のビーチっていうのは、今まででしたらね、一個しかなかったのがここができたのでね、ちょっと行ってみたいなと思ってたわけなんですね。波の上ビーチが一つだけだったように思いますが、やはり沖縄ですね、こうやって軍用機がですね、戦闘機ですからこれはしょっちゅう飛んでました。はい、海を眺めているんですけども、とても暑くてですね、台風が来ているとは思えなく、近くの豊崎の、ショッピングセンターになるんですかね、に行かせていただいてちょっと休憩を取りました。で、美味しそうな店がいっぱいあるんですけども、私の目的は朝たくさん人が並んで行けなかったこの A&W ですね、行ってハンバーガーとこのルートビアというやつね、ノンアルコールなんですけども、薬草が入っててちょっとね、シップみたいな味がするということで敬遠される方も多いんでしょうけど、私大好きなんですね。で、これを正直これを飲みに来たようなもんです。おかわり自由なのでもう一杯飲みましたね。2杯飲みました。少しちょっと塩辛かったんですけども、カーリーフライポテトも美味しかったですね。この映像見てたらもう一遍また飲みたいなと思うんですけれども、この後私は先ほど通りました海風テラスっていうところに行きます。そのためにあまり多くを食べてはいけないなと思いながらもお腹いっぱい食べてしまいました。海風テラスでもね、美味しいもの食べようと思ってますからね。あ、ごめんなさい、この食べさしのシーンをみんなに見せてしまいました。申し訳ないです。これカットしたらよかったですね。はい、でも私の中ではこの美味しいこのビールも好きなんですけども、このやばいですね。私顔を消しといたらよかったです。いただきました。ごちそうさまでしたね。はい、で、時間がちょっとね、海水浴の時間を2時間取っておったんですけれども、できませんでしたので時間が余りました。ということでバスが来るまでの間、もう一度浜へ行って、そして海を撮影した次第です。さあ、そこからバスに乗ってですね、やはりこれ海風ライナーですね、に乗りまして、長瀬島の海風テラスに向かいました。とても暑くて、そして朝が早くて、眠くて少し疲れが出てきてましたので、海風テラス行くまでにこの長瀬島ホテルっていうところになんと日帰り温泉があるということなんですね。ですから私そこでちょっと休憩がてら、ちゃぽっと浸かろうかなと思いました。1500円ですね。1500円で日帰り温泉に入れます。で、この温泉ちょっと中はですね、撮影禁止なのでできないんですけども、びっくりしたのがね、立ち湯というのがあるんですね。この立ち湯というのが、胸元あたりまで、立っているとですね、水深があって海を眺めながら風呂へ入れるんですね。当然その空港近くですので飛行機も飛びますし、で、胸元ぐらいまでお湯がありますので、ちょっと息を吸ってぷくっと浮くと横になれるんですね。で、それでまあインフィニティまで行かないですけども、遠くの景色を眺めながら温泉に浸かりました。いろんな温泉がありましたよ、種類ね。で、私の場合、ホテルを予約してない、ゼロ泊ですから、ので、休憩する場所がないんですね。ですから、ここの休憩場所で30分ほどちょっと寝させてもらいました。畳の部屋があります。
さあ、そして、台風11号が来てましたので、もう少し休憩したかったんですけど、晴れてる時の風景を撮りたいっていう願いがありまして、早速この目の前にあります海風テラスに行きました。海風テラスではですね、このようにまあ、またもう美味しそうに飲んでますけど、私ガーリックシュリンプというのが好きなんですね。ハワイ行った時に、ノーシュア行った時に食べたガーリックシュリンプがものすごく美味しくて、その店があると、それを提供してくれる店があると調べましたので、行きました。はい、そうしましたらですね、まあここのガーリックシュリンプすごいんです。バターで炒めて、そして香りも豊かで、殻付きのガーリック、シュリンプですね。でガーリックをで炒めてるわけじゃなくて、そうしてるかもわからないですけど、その生のガーリック、焼きガーリックの粉をですね、こう振りかけてあるわけですね。ですから香りも豊かで、それから歯ごたえもあってということで、これはもう一回また行きたいなという感じですね。ビールはもちろんオリオンビールです。あ、ここで泡盛を一つね、あったらいいんですけども、この暑い時ですから、このオリオンビールで喉を潤しました。はい、さあそこからですね、またちょこちょことこれ散歩してるわけですね。時間がちょっとねあるんで、9時間といったら結構時間あるんですよ。まだこんな時間かっていう感じなんですけれども、また海を見ながら、街をこの海風テラスを散歩するというようなことになります。たくさんの店がこの海風テラス、長瀬島というこの出っ張ったところの島の中にあるんですね。いろんな店がある。ハンバーガーショップもあれば、ね、お土産、それから、麺屋さんですね、沖縄そばの店とか、氷を素材にした店とかね、ちょっと説明しづらい部分があるんですけれども、ちょっとだけね映像に残してますので見てみてください。ずっとこれ歩いてるとね、行き止まりなんですね。だからまた戻って違う入り口から入ってという、もう暑かったんです。とにかくさすが沖縄の夏です。台風11号はどこ行ったのかと思うぐらいに晴れておりました。見ていて分かりますように、店が左側で、右側はなんかテラスみたいになっててですね、そして、海を見ながらなんか食事をしたりいろんなことができるという感じの構成ですよね、立ち方ですよね。観光客も特に外人の方が多かったと思います。ちょっと今早送りをしてるんですけれども、とある店の前に来ましたらね、いっぱい人がいます。ハンモックが垂れてるというような情報だったんですけども、ハンモックはありませんでした。多分これは台風のせいでハンモックは出してなかったのかなとは思います。これは勝手な想像です。このように、この店でもガーリックシュリンプ売ってたんですね。私はここでは食べなかったんですけれども、はい、このように白い、ね、コンクリートの中に店がたくさん並んでいるというようなものですね。こう歩いてるだけでね、とても楽しい気分を味わいました。ただ暑かったですね、何遍も言いますけどね。けどもまあ時折見せる海の景色はとても開放的で、私にとっては奈良県民にとっては心洗われる瞬間でしたね。でかいハンバーガー屋さんがありますね。ちょっとだけ、私のおしゃべりなしで見てみましょう。これね、平日なんですよね。木曜日なんです。31日の。なのに、まあ、こんだけ人がいるわけで、
夏休みの土日なんか言ったらものすごい人だったんでしょうね。お盆とかね、うん、ちょっと海風テラスを紹介する意味でもちょっと早送りで、皆さんに見ていただいてます。行こうかなと思う人がおられればね、参考になったらなと思いますのでね。はい、ここがそのガーリックシュリンプの店でしたね。でここでまあガーリックシュリンプ、先ほどちょっと食べた映像が先出してしまったんですけども、こうやって海を見ながらねテラスで食べるわけなんです。何遍も言います、暑かったんですよ。中でも食べれるんです、クーラー効いてるんです。でもここはですね、絵的には外で食べたかったんですね。ガーリックシュリンプともちろんオリオンビールです。さあこれだこれだ。これなんで肉さつ出てるかというと、違うカメラで撮ってるんですよね。 4K カメラで撮ってるのかな、これはね。いいですね。まあこれを見てたらもっぺん行きたいですね、本当にね。しんどかったんですよ、日帰りやからね。朝早かったし眠いし、でもこれ見たらもっぺん行きたいなと思いますね。ほら晴れてるでしょ、台風11号来てるように思えないですね。はい、それで暑かった海風テラスをですね後にして空港まで帰ってきました。ところが空港に来たらまだ時間があるんですよね。4時ぐらいでしたかな。それで、国際通りへ行こうと思いました。当初の予定では国際通り行く予定ではなかったんですね。海水浴だったんですけど、海水浴なくなったんでその2時間余ったんですよね。そこで、ユイレールに乗っていきます。はい、沖縄では有名なユイレールですね、モノレールなんですね。で空港が始発なのでゆったりと座れました。こんな感じなんですね。ホームに上がっていきました。もうすでに電車は待機してますね。賑やかなユーレールですね。さあ車内はこんな感じです。ちょっとしたトリップですね。国際通りまで行きます。で国際通りまで行くのにですね、いろんな駅、三重橋とかね、県庁前とかあるんですけども、私が好きな牧志公設市場、ここへ行こうと思ったんで、そこに近い牧志という駅で降りることにしました。これ今ね、電車の窓からユーレールの窓から撮った画像でしたね。そして牧志降りて、ゆっくりと国際通りを歩いていきます。平日の国際通りはこんな感じですね。あまり人はいてないように思いますが、ちょっと早送りして平日の31日の国際通りを見てください。お土産物や食べ物やいっぱいありますよね。はい、ここのに広いところがあるんですけど、この上の方に見える、ね、電光掲示板、今ウルトラマンとかがいてましたけど、その上に私映ってたんですね。映る上になってるんです。で他のね、あのブロガーでしょうか、YouTuber でしょうか、女の子2人が前でわーいって言って自分が映ってるのを見て楽しんでましたね。
さあ喉が渇いたのでちょっとブルーシールアイスクリーム見つけたんで入ってみました。沖縄といったらブルーシールですよね。下がウベというそのなんかこう紅芋の一種なんですかね、それのアイスクリームと上はパイナップルのフルーツアイスですね。いやーまあこれを見たらあの美味しさがまた蘇ってきます。このブログって動画ブログって面白いですよね。旅を何回してるかのようなイメージをこれ今ペロッと食べてそのイメージがまた蘇ってきましたんで2回目です。そして平和通り商店街、まあここの商店街ずっと行くとね、うん、ちょっと右に曲がったところに公設市場があるはずなんですけども、ちょっと私こっちを通らずにもう一つ向こうの本通り商店街を通ろうと思ってるんですけども、その前にですねなんかこう違う商店街があったんでね、そこ、これ右前にピンク色の建物がありますけどね、できてるんですね。3年前4年前に行った時はなかったです。はい、ところがここの商店街ちょっとシャッター商店街になってるんであんま面白くないので、ちょっと路地をプッと抜けて隣の商店街に入っていきます。そうするとここはですね賑やかですね、お土産物屋さんとかがいっぱいですね。海ぶどうや島らっきょうね、それからあのラフテーとかね、手びちとか売ってましたね。でここも早送りでちょっと見てみましょう。実は牧師公設市場この日が休みだったんですね。木曜日が定休なのかな、ちょっとなんか分からなかったんですけど、新しくできた牧師公設市場が、リニューアルしたんで見てみたいなと思ったんですけど休みでした。はい、帰りですね、20周年どうのこうのって書いてます。ユイレール20周年なんですね。はい、電車の後ろから撮ってます。これちょっと実を言うと倍速で撮ってるんで本当はもっとゆっくりなんです。はい、空港着きましてですねオリオンビール缶ビールをいただきまして、時間がもう少しあるので2階上がってきましたらすっごいみんなが集まってるんですよ。何してんのかなと思ったら夕日撮ってたんですね。夕日に映るこの飛行機、これはなかなかいいマッチングですね。さあ時間もまだ1時間ほどありますので、沖縄最後の沖縄料理を食べたいなと思いました。いろんな店があるんですね。ほぼ私全部いつか食べてますけども今回は初めてのところ風月というところで、いただきます。いつもこのこっちのね、細かい店の沖縄料理を食べるんですけども、今日は風月、この高野チャンプルさすがですね。あのすごいジューシーで汁が残ってるでしょ、ね、うん、美味しかったですね。これ泡盛なんですけども、これも甘くて美味しかったですね。甘いという表現がいいかどうかわからないですけど、うん、推薦でしたっけね。はい、ありがとうございます。また家に帰ってからまた青森で、乾杯させていただきました沖縄空港、那覇空港好きなので、こうやって画像に収めてますが、お土産物屋さんですね。最後はこのお土産を買うんです。サーターアンダギーとかね、今回は、なんていうかな、早期ですか。なんか肉のね、ラフテーみたいなやつ買いました。チンスコーはもうもともと、ネットで買って、教室に送りましたので、私が行ったこの日にもう、チンスコーは教室に着いてたそうで、生徒様が来ましたよもうすでにって言って、私より先にチンスコーが到着してるということですね。ああもう沖縄がもう終わりですね。もうどんどん時間が
出発時間に迫っております。出発ロビーに入ってきましたら、ね、こういったまださらにお土産物屋さんとかねあるんですね。ここで私通行のミスなんですね、沖縄ぜんざいを食べ忘れました通行のミスです。帰ろうと思ったらですね20分遅れなんですね。お帰り奈良まで電車がない、どうしようって悩んでたらですね、頑張って、パイロットさんが10分遅れまで時間を短縮し、結局最後奈良まで帰ることができました。奈良は、12時、0時40分頃ですか、奈良駅には一っ子一人いませんでした。長い時間、見ていただきましてありがとうございます。ぼっち男の沖縄弾丸0泊旅行でした。